エコです。ピンクラテ DB 始まるよ、イエーイ。はい、今回はエコの肌荒れた時のスキンケアと洗顔方法について紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ではまず洗顔方法から紹介していきたいと思うんですけど、洗顔する時にはこんな感じで前髪を上げています。使ってる洗顔料が石鹸なんですけど、このガミラシークレットっていう固形石鹸で、中身がこんな感じになってるんですけど、今1個前に使ってたやつが小さくなっちゃったので2個目なんですけど、めっちゃ良くて、洗顔終わったら突っ張る感じがなくて、突っ張らずに保湿しながら汚れ落としてくれるみたいな感じで、香りもいいしめちゃくちゃおすすめです。これを使ってからはすごく肌荒れが治りやすくなって、ツルツルな感じになるので、マスク荒れとかにもすごいいいなって思っているやつです。これは固形石鹸なので、洗顔ネットとかで泡立てて泡パックとかをするのがいいらしくて、それをやったら香りがすごいいいので、泡パックもおすすめだし、普通に洗顔するのもいいし、でも洗顔するときは指が当たっちゃったら肌の刺激になって負担になっちゃうので、当たらないように泡だけで細かいところまで泡をつけて洗って、泡を作る時も洗顔ネットをよくゴシゴシゴシってやってきめ細かい泡を作ることが大事だって見たことがあるので、それを意識してやるようにしています。これは1個前にもらったのがピティさんからのいただき物で、誕生日プレゼントにいただいたんですけど、それからずっと使っているものなので、ぜひ皆さんもこのガミラシークレットを使っていただけたらおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では次にスキンケアについて紹介していきたいと思うんですけど、洗顔が終わった後に使ってるのがこの無印の敏感肌用高保湿タイプの化粧水で、これは結構使っちゃっても全然ないんですけど、めっちゃ保湿してくれるし、たくさん入ってるのでずっと使っているおすすめのものです。このポンプは別のやつでを適当につけて、いつもはコットンにつけてて、それをこうなじませてる感じです。で、乳液が黒純乳液で、さっぱりするしツヤツヤにしてくれるから、この2つでセットに使ってたくさん毛穴を引き締めてあげて保湿もしてあげるみたいな感じなのがいつものスキンケアのルーティンで、これが一番肌荒れしにくいかなって思います。で、ニキビの薬とかも私いっぱい試したんですけど、やっぱり皮膚科でもらう薬が一番いいと思うので、やっぱりお医者さんに見てもらうことが一番いいのかなって私は思っています。日中とかお出かけする時とかに私が使うお薬はクレアラシルのやつなんですけど、これ肌色で赤みとかを目立たないようにしてくれながら、ニキビを治してくれたりとか肌荒れを落ち着かせてくれたりするので、あまり目立たせたくないなっていう子にはこういうのおすすめなので、ぜひ使ってみてください。はい、ではこんな感じで私の肌荒れした時のスキンケアと洗顔方法の紹介は終わりです。私なりのやつなので、自分に合ったものを見つけてくれたら嬉しいなって思います。ぜひ参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。